が上にまたキャッシュしに行きます、荷物を。今日はゆっくりめ、9時19分多分出るのは10時半とかで、6時間かかると10、11、12、1、2、3、4、5時かな、帰りが。で、明日できるだけ今日はゆっくり寝たいところ。あっちよ。今日も地味に荷上げ中でなりは大変地味です。で、今日は荷上げをあの奥までして帰ってきます。で、明日キャンプ3まで行って、次の日に今日埋めた荷物を掘り起こすという、この繰り返し。今ここは3700か800。どうやら山頂があっちの方らしい。キャンプ3はもうすぐ、デポポイントももうすぐです。ガチャ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 転がりつけてると登山家っぽいさ。ほんとヘルメットもかぶってピッケルも持って登山家っぽい。ミッションコンプリート。まあこれから帰ってるか、レポ。もうちょっとです、あとちょっとで山頂が、あと2キャンプ。今日は帰ってあと寝るだけ。明日はここを素通りしてキャンプ3まで。よし、こんな感じで暑い。うわ、綺麗。すげえな。あれはキャンプ2です。